パール楽器さん周年おめででとうございますす吉本茶太郎パールさんに非常にいつもいつもお世話になってます。思い起こせばですね、34、5年ほど前、歌番組が全盛の頃どの歌番組を見ても、ドラムセットはパールが使われていることが非常に多くてですね、フロントヘッド、キックのフロントヘッドには、パールさんのロゴが輝いてました。 憧れのドラムだったんで、一番最初に手にした楽器っていうのは、パールさんの楽器、ドラムセットではなかったんですけど、えー、パールさんのフロントヘッド、キックのフロントヘッドだけを買ってきて、えー、自分のドラムセットに、えー、貼って使ってたことを思い出します。Z タイプのスネアと、えー、ロートタム、こちらを一番最初に手に入れさせていただいて、えー、それを使うようになりました。34、45年前ですね。そこからずっとずっとパールさんにお世話になってます。 まあ時代いろいろ変わってきて世界のミュージックシーンえーたくさん変わってきてますけどもいつの時代の音楽にもえ中心にはパールサウンドっていうのが常にあったかと思いますしこれからもそういうふうにあり続けると思いますえ75周年え本当におめでとうございますえこれからもえ世界のミュージックシーンリードするような楽器え先駆者え先駆けとしてえどんどんえチャレンジしていっていただきたいと思いますおめでとうございます